皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室業の先生にありがちな、もったいない病からの卒業の勧めということについてお伝えしていきたいと思います。節約っていうのは悪くはないんです。基本的には。いろんなシーンで、よく使うところと締めるところっていうのはバランスは取った方がいいんですけれども、それが過度に働きすぎてしまうと結果集客もしづらくなるし、結果収益化もしづらくなるっていうシーンが多々あるので、いろんな先生とお話をしている中で、いや、そこはもったいないと思ってはいけないみたいな、そういうポイントをちょっと今日はお伝えしていこうかなと思いまして、こちらのスレッドを立ててみました。はい、自分に心当たりがあるかどうかっていうのも含めて、ちょっと聞いていただければなっていうふうに思ってます。はい、それではですね、本題の方に入っていきます。もったいない病っていうのは、どういうシーンでよく発揮されるかっていうと、例えばですね、プロに例えば撮ってもらった写真とかがあるとするじゃないですか。それで、大概ですね、ホームページをリニューアルする時とか、新しいお客さんの層を呼ぶ時とかに、その、ページをね、全面的にリニューアルするとかっていう時に写真を撮り直すとか言うと、その時のターゲットに合った、そのサイトの雰囲気に合った写真っていうのを撮っていくわけですよね。私なんかだとサイト1個作るごとに写真基本撮り下ろしなんですよ。で、それはなぜ撮り下ろしになるかっていうと、そのウェブサイトが今回はこういう目的で見せていくとか、今回はこういう人に、このサイトないしは私のサービスを一発で分かるように伝えたいとなると、前の時に使ってた写真っていうのがそのままは使えなかったりするケースもあるんですね。そうするとそのコンセプトに合わせて全面的に撮り直しっていうのはよくやっていることなんですよね。特に自分が入るようなショットの時には自分で撮れないので、撮っていただかないといけないので、バナーの絵コンテとかを書いてですね、それを説得する材料に使ったりとか、こういうふうにしてほしいんですよとか、で後で合成するっていうことまで分かっていれば、ここにこういうものを合成していく、背景を合成する予定なんで、この今回のバッグは白バッグでって言って、白だと抜きやすいので、そういう指示とかを出して撮ったりとかするんですね。でその時に、例えば前の時にお金をかけてプロに撮ってもらったからそれを使い回したいとかっていうと、結局使い回しでやるとですね、リニューアル感があんまりないっていうのと、あとは本来はその時に時流に合ったないしはお客様に合った写真を撮ってるはずなので、お金をもう一回払うのがもったいないって思ってしまうところはケチってはいけない場所なんですよね。もしプロに頼むのであればですよ、その時プロに頼んだんだったらリニューアル後もプロに頼むべきなんですよ、基本的には。なぜならクオリティが落ちることになるからです。その時のクオリティとリニューアルした後のクオリティっていうのは上がってないとおかしいですよね。だからそこはケチってはいけない、使い回してはいけないっていう領域なんですよ。でご自身で撮ってた場合においても、すごく気に入った写真があったとしても、次の新しく作る、例えばホームページとか新しく作る、ページサイトに合わなければ、残念なんだけど潔く捨てるっていうのは採用しないっていう勇気が必要になります。でそれを採用すれば枚数も少なくて済むし、多分楽なんですよ。楽なんですけれども、そのリニューアルの目的に合わせて考えた時にダメな場合があります。それを使ってはダメな場合がある。その時には使わないという決断をしなくてはいけないので、ここでせっかくお金払って取ってもらったのにもったいないという気持ちが出てしまうと、その結局リニューアルがリニューアルにならないということで良くないんですよ。だからそこはね、ケチってはいけないところなんです。で同様に、例えばお客様をね、呼ぶ層が変わる、例えば今までは一般人の方で、単価がだいたい1万円以下
ぐらいのワンレッスンの方を呼ぶのが通常だったのが、今度は例えばコース制とかディプロマ取得とかプロを呼ぶレッスンとかっていうふうにすると、例えば単価が1レッスン2万5千とか3万円とかに仮になってくるとすると、その品格に合わせたホームページとかページをリニューアルしなくてはいけないんですね。そうすると全てのクオリティを上げていく必要があります。その募集告知に使う写真とかデザインとかで、今まではなんか自分で作ってたけど、それを機会にプロにっていうことも当然頼む必要がある場合があります。でこれもプロに頼むとやっぱり20万とかね、30万とかかかるからもったいないとかっていう方いらっしゃるんですよ。特に自分でサイト作るのが得意な方は。でもやっぱりプロはプロで持ち家は持ち家なんですよね。自分のどれぐらいの時間をかけてそれができるのかはわからないんですけれども、その大幅に収益が上がるようなタイプのレッスン、ないしは高額レッスンの時にはもう私はプロにお任せすることをお勧めします。ここはもったいないと思う場所ではないんですよ。ただしなんです。何もわからない状態でプロにいきなりお願いすると、お金結構もったいないことになります。それこそ自分がある程度勉強した状態でちゃんと自分で自分のお客さんを理解して、その人向けのラブレターですね、レターを書ける状態にして申し込むっていうのは OK です。それも丸投げっていうと本当にそれはもったいない、お金のただ流れ、制約しないサイトを作っちゃうことになるのでもったいないので、そこはケチってはいけないところなんですよね。なのでもったいないと思うか思わないかのシーンが、その人なりきの基準があるんですけど、自分がやったら早いし安いっていうのはもう初期の頃でめちゃめちゃお金がなくてっていう時は仕方がないんですけど、ある程度軌道に乗ってきたらもうそこはね、迷わずプロにお願いした方がいいです。その方が自分の時間も空くし、よりいいものができて、お客様も納得する、そのプロ仕様のサイトっていう品格であなたのことを判断してくれるので、どこかの段階でそういうことを考えなくてはいけない時期が来る。で同様に、例えば苦労して撮った写真もそうですし、苦労して作ったキャッチコピーとか文章も対象が変わったら使えない場合には全く使えないので、そこはね、どんなに苦労して作ろうとも採用しないっていう線引きが必要になる時があります。で同様にページも一緒です。ランディングページと呼ばれるページがあるんですけれども、申し込みをねされるようなページがあるんですが、とある人を募集してその人が決まるように作ってるページはその勢いで書いてるページなんですよ。で募集する相手が変わったらもう一枚作り直すべきなんですよね。そこの中に2つの要素を埋め込みながら作っていくと、どっちの人にも響かない出来の悪いランディングページになっちゃうんですよ。出来の悪いっていうのはどういうことかっていうと、デザインが悪いんじゃなくてという意味ではなくって、制約しないという意味で出来が悪いという、そういう言葉を使ってます。はい、基本的にワンゴールなんですよ。その特にランディングページと呼ばれるものは1ページ1ゴールなんで、本来は2つの要素が入ってくるっていうのは、どっちの 2つの、ね、お客様の要素を入れてくるっていうのはどっちつかずになって、どっちにも響かないっていうものになってしまうので、かえってもったいないということになるので、ご本人が2枚作る時間がもったいないって思うことよりも、1枚の中に2つの要素を入れ込んで制約率が下がる方が私から見るともったいないっていう、そういう感じになるので、そのもったいないの価値基準が、お金を渋る、時間を渋るという価値基準になってしまっている場合には、逆にそれが後々もったいないことになることもあります。このあたりはちょっとね、ビジネス判断とかを今までしてこなかった方、特に教室業をやって自分一人でずっとやってきた方とかは自分の頭で判断してしまうんですよね。あと本当にやっぱりお金がない時期とかっていうのは、投資するべきなのかしないべきなのかっていう時期的な判断迷うことがあると思うので、その時にその後どうしたいのか、その後どれぐらい稼ぎたいのかによってそれを投資するかしないかっていうのを決めてほしいんですよね。先に言った例えばちょっと高額のね講座を作ろう、見栄えも良くしたページを作ろうと思う時には、例えば高額の講座で、30万円ぐらいの講座だとしましょうか。その方たちを1年間
で、例えば10人入れよう、まあ、もっと入れてもいいと思うんですけど、10人入れようとか思ったら、出来のいいページで10人入っていく方が多分楽なんですよ。で、大体宣伝広告費とかね、まあ、そういった、まあ、投資系のものって最大3割みたいに言われています、世の中的に。最大ですよ、全部使えって言ってるわけじゃなくて。そしたら300万のことをやろうと思ったら、本来90万まで投資ができるっていうのが本来の考え方なんですよ。まあ、だとしても、じゃあ300万稼ぎたいなっていうプランを作るのであれば、10%の30万円ぐらいはかけてもいいでしょう、それっていう計算ができます、本来はですよ。で、そこで大体よく言われるのが、だってそんなにお客さんが来るかどうかもわからないのに30万なんてもったいない。ここでまたもったいないが出てきます。だってそれでお客様が来なかったら30万円ドブに捨てるようなものじゃないですか、みたいな感じのこと言われるんですけど、いや、30万円も稼げないような30万円の口座作るんですか、みたいな感じです。最悪1人入ればチャラですよね、とりあえずその作ったお金。1人も入れられないような口座を最初から作るってどういうことですかっていう感じなんですよ、私からすると。だから作ってこれが本当に売れるかどうかわからないって思うぐらいに自信がない口座だったら、作るのやめるか、ブラッシュアップして絶対に最低1人は買ってくれるっていうところまで頑張って作って、それでページとか作るのお願いするのだってありですよ。30万かけたって。一人決まってチャラです。で、それを丸々儲けようと思ってしまうから、自分で作り、時間もかかり、見栄えも良くなくなりっていうものができてしまうんですね。ここをちょっとね、投資回収の考え方を少し考えていただく方が、教室の先生いいです。私一番最初のアメブロとか2回目とかのアメブロとかは自分でカスタマイズしました、内容を覚えたかったから。で、ホームページも途中まではね、自分でちょっと HTML やってみたんですけど、当時ワードプレスっていうのがそんなに流行りではなかったので。でもこれいくらやってても時間かかるよって思った時に、やっぱりこの講座でこれぐらいは稼ぎたいっていうのを先にもう決めてたんで、もうプロにね、30万とかお金なかったですけど、その時払って、講座を埋めればいいと思って払ってやると、まあ、大概普通に200万とか300万儲かります、普通に。ちゃんとそういう計画をして、ちゃんとリリースをすれば、だいたいホームページ作る瞬間に余剰金があんまりない時に、だいたい昔私よく作ってましたね。で、ホームページ業者さんも知り合いの人とかだったりしたんで、本来は一括とかね、そういう形とかなったんですけど、2分割でね、お願いしたりとか、30万だったら15万まず頭金で、すぐお金ができたらお支払いしますけれどもっていうことで、15万を一応最長観光時みたいな形でね、お願いしてやったこととかあった時に、もうその決めて、最初のね、着手金で決めて、でページがまあちゃちゃってできたその瞬間にはもう何人とかもう予約が入っていて、まあ、すぐにお支払いできるケースとか、あとはまだページはできてないんだけれども、こういう概要でやりますよっていうのを伝えただけで人が入ってくるとか言って、そこでお金が回るとかっていうのがあったり、不思議なことにですね、そのお金が欲しい、例えばホームページの30万が欲しいとかって思うと、今まで自分が見込んでない棚ぼた式に問い合わせが急に入って、大きめの仕事が決める30万とか20万とか、そういうことがよくあるので、結果すごい早く払えてるんですよ。そんな話をしておきながら1週間後には全額入金みたいな状態とかよくあったので、自分が覚悟を決めて動くっていうふうにすれば、投資回収できるケースが多いんで、ちゃんと戦略を持って組むことって、むしろそっちの方がもったいないと考えるより大事ですよ、というお話をね、させていただきました。ということで、本日の、まとめです。教室業の先生にありがちな「もったいない病からの卒業の勧め」は、もったいないを意識するよりも、投資をして稼ぐことを考えた方が結果的には収益も集客もうまく入ります。なので、もったいないという観点、視点を、どういう観点で考えていくかっていうのを少し改めた方がいいっていうのが今回のポイントでした。はい、それでは。